またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊ば。ねえ笠井、お腹減ったよ。やばそう、気持ちよそう。景品同盟してんの榊ばかいと。やべえ、今日はこいつがお前の相手だ。コウスケみたいなやつ来た。してんのこいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ご飯タイマン来ねえぞ。いきなりでごめんね。いきなりバイクぶつけてごめん。あんま食らねえな。ちょっと待ってな、これ一応だけど使っとこう。そういうことか。ちょっとちょっと分かってきたよ。戦闘がお前邪魔くせえな。お前こらおい、一人ずつ消していく。周りのさ、なんだこいつ、なんだこいつ。この野郎。じゃあまず一人。お前が飯を食ったから俺も飯を食ってもずるくないよな。お前と同じことやってるだけだ。刺しで。吸われた。やばい。吸われた。やばすぎ。ちょっと待って、使うしかねえ。使うしかねえよ。みんな、これだ。使えば結局チャリンコゲーじゃねえかよ。これ八景ボスに効かねえな。おいおい、どんだけタフなんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊馬、ボコボコにしてやれ。あれ、おい、何ボケっとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。は？ご飯の時間みたいだよ。え？
お友達は帰っちゃったみたいだぞ。おととい来やがれ。だからそりゃこっちのセリフだって。けどいい時間潰しじゃなったな。そろそろ沙織さんから連絡が来るかもしれない。一旦事務所に戻るかな。なんか綺麗なパチンコ玉ゲット。そしたら自動コ